はい、大丈夫ですよ。はい、お願いします。はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は私純英の一人語り3回目とさせていただきます。前回は確か6月ぐらいだったので、1ヶ月ちょっと空いてはいるんですけど、前回は毎月伊勢神宮に初詣をしたら年収が月収になったっていう話を聞いて、欲深い僕がですね、毎日近くのお宮にお参りし始めて、でそこから、経済的にゆとりが出て、実際に2年間毎月沖縄から伊勢神宮に初詣に通ったお話をさせてもらいましたが、今回はですね、これまで僕が出会った方々に聞いたお話の中から、状況や環境が全く変わらなくても、物の見方とか捉え方が変わることによって人生が劇的に変わるというお話をさせていただきます。でこれ実際にですね、これまでご出演いただいたゲストさんもそうなんですが、人生の転換期で大きくシフトするときって、物事の捉え方が今までと違ってガラリと変わることっていう経験をされた方っていうのは大勢いらっしゃると思うんですが、でその大体人が持つ悩みっていうのは、人間関係であったり経済的問題だったり、健康とか病気とか、あと自分自身の生き方とか、ある程度カテゴリーとしては決まってると思うんですね。でどのステージに立つ人でもこういった悩みっていうのは完全に、解放されることはないんですね。で実際いろんな方とお会いして、もうすごい、高い地位についていらっしゃる方でも、何かしらのやっぱり悩みはお持ちなんです。で当然悩みのレベルも僕とは違う悩みで悩んでらっしゃるっていうことが多いんですけど、そのカテゴリーが外れるということはやっぱりないんですね。でこれを昔お釈迦さんっていう人が、四苦八苦っていう言葉で表現されたことがあって、その言葉自体はよく聞くと思うんですけど、生老病死っていう、生まれることと、生まれる苦しみと老いる苦しみ、病気をする苦しみ、死ぬ苦しみっていうのを、この4つを四苦っていう4つの苦ですねっていう形で表せて、でその後、生きている上で、人間関係ですかね、ほぼほぼ、例えば、愛する人と別れる苦しみとか、嫌いな人と出会わなければいけない、苦しみとかっていう、4つの苦しみを合わせて4つと4つの苦しみで四苦八苦っていう、言葉で表現してるんですけど、大天才って言われたお釈迦さんでさえも、これはもう絶対避けては通れないよね、受け取るしかないよねっていうことで、それを悟ったっていうお話を聞いたことがあるんですね。で以前ですね、第21回目の放送でご出演いただいた滝本康生さんという二層さんですね、
女性の海女さんです、うん、で彼女の、体験の中にもこれに関するお話があって、で、まあ、前回、まあ、その後世さん出られた時には全くこの話はしていなかったので、まあ、ここで、まあ、エピソードとしてちょっとご紹介させていただきたいなと思ってます。でこれはあの何年か前に一度だけ聞いたお話なので、あの細かい部分とかも僕自身も、結構忘れてるところがあって、まあ、実際の後世さんが話してた時の言葉ではないのですが、大筋でですね、大体こういうことを伝えたかったんだっていうふうに、汲み取って聞いていただけると嬉しいです。でこの滝本後世さんっていう、まあ、あのお坊さんはですね、まあ、全国から、まあ、いろんな悩みを持った方が訪ねてきて相談を受けたりとか、まあ、辻説法みたいな感じで、いろんな、まあ、考え方捉え方を、講座とかを通してお伝えされてるんですが、この後世さんの口癖でよく、あなたならこの時どうするっていうのをよく言われるんですね。でその中で僕が特に衝撃を受けた話なんですが、後世さんのところにある男性から、相談があったと。でその男性っていうのは、まあ、定年退職して、まあ、余生を好きな趣味を通して、人生を楽しもうということで、その方は釣りがもう大好きだったんで、サークルみたいな形で釣りサークルを作ったそうなんですね。で釣りサークルをしてもう、ね、友達と一緒にあの釣りに行ったりとかする仲間と一緒に楽しんでいたらしいんですけど、その仲間の一人にとてもとても奥さんのことを大事にするあの男性がいらっしゃったそうなんですね。でこの男性はもう買い物行くにも、まあ、奥さんと一緒、まあ、何をするにも一緒ってことで奥さんのことをとても大切にして、まあ、奥さんもこのご主人のことをとても 大事にしている仲睦まじいご夫婦だったそうなんですが、でそのご夫婦がある時、まあ、あの温泉旅行かなんかに行かれたそうなんです。で旅行行ってでご自宅に戻ってきて、今日は楽しかったねって言って、まあ、電気を消してで2人とも休んだそうなんですけど、朝起きたら奥さんが亡くなってたそうなんですね。でとても大事にしてる、ね、あの大切に思ってる、パートナーが突然朝起きたらもう、亡くなってる、もうすごい大変なことじゃないですか。でこの、釣りのサークルの仲間たちもその、ね、自分の友人の奥さんが亡くなったってことで、これなんて声かけてらいいんだろうってことですごく悩んだらしいんですね。でそしたらそのご本人の男性から電話がかかってきて、で今も実際にはまあね、うちの家内が亡くなったっていうのは知ってると思うんだけど、今も実際にはこの死を受け入れられてないと、ですごく混乱してるんだってことを言って、で自分の心の整理がつくまで、あの慰めようとしたりで気を紛らわせようとして飲みに誘ったりしないでくれと、一切こちらから連絡するまであの連絡を控えてほしいというふうに言われたそうなんです。でその仲間も、あそうか分かった、あのお前がそういうふうに言うんだったら、あのそうしようなっていうことで、連絡を控えてたそうなんですが、ある時その、奥さんを亡くしたご本人さんから電話がかかってきて、ようやくちょっと心の整理がついたからあの飲みに行かないかっていうことで連絡があったそうなんです。でその、落ち着いた、まあ、心の整理が少しできたっていう喜びの反面、その間、久々に会うこの友人に対してどんな顔でどういう言葉をかけていいのかっていうのが全く頭に浮かばなかったと。でそれをこの私は明日、ね、その人と会った時になんて声をかければいいんですかっていうことで後世さんのところに相談に来たらしいんですね。で後世さんはあんたらどういうふうに言うっていうことでいつも声かけるんで、
僕だったらなんて答え声をかけるだろうっていうふうに考えた時に、なんだろう、世の中にある綺麗な言葉とか励ます言葉ってたくさんあると思うんですけど、それがですね、僕自身すごい薄っぺらい、なんだろう、その人に寄り添わない綺麗事のように感じたんですね。で、どうやって声をかけていいのかすらもう分からなくなって、僕自身もやっぱり頭が真っ白になったんです。で、そういう相談を受けた、高生さんも一生懸命今まで学んできたことの中からこの答えにつながることないかなっていうことで一生懸命頭の中で考えた時に、ある経典が浮かんだそうなんですね。で、お経って僕なんか呪文とか魔除けとかっていうイメージがすごく強かったんですけど、あれに書かれてるのは昔あった出来事が書かれてるストーリーらしいんです。で、3000年前にお釈迦さんのお弟子さんが全く同じ悩みで相談にしたことのストーリーがある経典の中に書かれてたのを思い出して、それをそのまま伝えたらしいんです。で、何を伝えたかっていうと、その相手の立場に立って朝起きてから夜まで寝るまでの間を言葉に出して言いなさいってことで言われたそうなんです。僕それ聞いた時に全然意味がわからないんですよ。朝起きてから夜寝るまでのに起きた出来事を言葉にするってどういうことって思った時に、例えば朝起きて今までだったら、奥さんが料理をしている、包丁の音で目を覚めると。で、だけど今は誰もいない家の中で一人目を覚める。で、今までだったら奥さんが料理している間二人分の布団を畳んで、押し入れに、入れる。今まで二人分やってたのが今は一人分だけの作業でいい。体はすごく楽になったけど寂しいよな。うん、寂しい。で、朝起きて自分でご飯を作って朝食をとって洗い物も一人分だけ洗って片付ける。あっという間にお昼が来て、で、今までだったら当たり前に出てたご飯も自動的には出てこない。で、自分で作って食べる。で、今まで何気なく見てたテレビも、奥さんとの会話も無視して見てたテレビも今はただ雑音にしか聞こえない。で、そうこうしているうちにあっという間に昼間が過ぎてもう夕方の時間。今までだったら、奥さんと一緒に買い物行って重い荷物を一緒に持って、帰ってくる。で、今は買い物行って買ってくるのは一人分の惣菜だったりする。で、小さいレジ袋にカサカサと軽い買い物をして帰ってくる。で、今までの重いようなものじゃなくて、肉体的には楽になったけど寂しいよな。うん、寂しい。で、夕飯食べてまた一人分のお椀を洗って一人分の布団を敷いて、で、電気を消す。今までだったら横に寝息が聞こえてるいたのが今はもう時計の音しか聞こえない、真っ暗な空間だけが広がっている。寂しいよな。うん、寂しい。でその方はやっぱり泣き出すんですね。で、それを聞いた時に、お釈迦さんってなんてひどいやつなんだと。人が傷ついてるのを知ってながらその傷口に塩を塗り込むような言葉を投げつけるってなんてひどいやつなんだって僕その時思ったんですね。だけどこれには続きがあって、で、実際にあなたが朝起きてから夜寝るまでの間本当に大切な失った大切なことを人のことを思いながら過ごす一日っていうのをもしあなたの奥さんが味わってたとしたら
どうですかって聞いたそうなんです。そうするといやうちの嫁は優しいからきっと耐えきれない、もうかなり苦しんでたと思うってやっぱり答えるんですよね。でそうするとそうか、じゃあ残されたのが奥さんじゃなくてあなたでよかったね、大切な人にその苦しみを味わわせるんじゃなくてあなたがそれを引き受ける役割として受けたことはよかったね。で失った人って失ったものに対してすごく目がいくんですけど、実はその男性っていうのは、先に旅立った奥さんへの愛の中で日々を過ごしているっていうのに気づいた瞬間、もうこの人が見る世界っていうのは大幅に変わったんですね。あ、そうか、彼女にその役割を引き押し付けなくて自分が追うことってよかったんだって思った瞬間から周りがパッと明るくなったらしいんですね。で自分で押し殺してた感情っていうのも受け取れるようになって、その釣り仲間に対して今、何々してるんだけど、その中で彼女のことを思い出してすごく寂しいっていうことで感情を言葉にするようになってった。でそれはすごくやっぱり受け取ることと前向きに進むことを同時にやってるっていうことで、すごくまあいい残りの人生を歩んでいらっしゃるっていうお話だったんですけど、捉え方がですね、もうこの男性にもそうなんですけど、状況とか環境っていうのは一切変わってないんですけど、寂しいっていう感情ももちろんあります、苦しいっていうのもありますけど、悲しさはあるんですけど、苦しさがどんどん変わっていく。でこれはやっぱり物の捉え方一つで、人って大きくシフトするっていうお話で、僕もすごく衝撃を受けて、何か、そういう同じ悩みを持っていらっしゃる方にはそういう話をね、後世さんから聞いたお話ということでお話しさせていただいてます。もう一つお話ししたいんですが、もう一つのお話は CM を一旦入れた後後半でお話しさせていただきます。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半では滝本康生さんがご相談者に対して答えた愛する人の死に対しての捉え方についてお話ししました。で後半ではですね、自分自身の道を決めるっていう時に一つ参考にしていただきたいお話として、第2回目の放送でご出演いただいた魂の講演家宗志郎さんのお話をさせていただきます。でこれも放送で話している時にの内容ではなくて、宗志郎さんと一緒に飲みに行ったりドライブしたりしている時に聞いたお話なんですけど、宗志郎さんの、実家っていうのは、まあ、会社を経営されてて、でお父さんが経営者さんだったらしいんですけど、で宗志郎さんが、まあ、小中高だったかな、まあ、エスカレーター式に上がっていく学校に、私立の学校に通って、中学から高校に上がるタイミングで自分の生き方に迷った時のお話なんですけど、宗志郎さんはどうしてもそのままエスカレーター式に高校に行くのが嫌だったらしいんですね。で
それをどうにかして避けることはできないかっていうことで考えたときに、その一つの理由として留学っていう方法を思いついたそうなんです。でお母さんに、一生懸命説明するんですけど、お母さんはじゃあお父さんを説得しなさいっていうことで言われて、お父さんと面と向かってお話しする機会があったそうなんですね。で宗四郎さんが言ったのは、お父さんって僕はね、これからお父さん大きくなってお父さんの会社を継ぐときに、やっぱり英語ができるとお父さんの会社のためにも役に立つと思うんだって、世界に向けてグローバル化して、発展させるために留学に行きたいから留学に行かせてちょうだいって言ったらしいんです。そしたらお父さんが開口一番言ったことが、なって、人は嫌なことがあって避けようとした時に別の方向を向くんだよなって言ったらしいんですね。で宗四郎さんは一発でなんか見抜かれたような気になったらしいんですけど、一生懸命弁明するんですね。いやいや違う、お父さんそうじゃなくて、僕は嫌なことがあるからじゃなくて、やりたいことが見つかったんだっていうことで言うんですけど、もうお父さんはもう見抜いてるんです。いやいや、まあ最後まで聞けということで、人っていうのは嫌なことがに出くわした時にいろんな体験をすると、人間関係の崩れだったり、心の中の葛藤だったり、いろんなことが起きてくるんだけど、人の中の魂っていうのは、自分が進むべき道っていうのは本来は見つけてるんだ。で、本人が気づいてないだけで、魂が本当に進むべき道っていうのは見つけてるから、その時になったら嫌な出来事っていうのが出てきて、そこにどうしても進みたくなくなる時が出てくると。でそういう時は徹底してその嫌な道を避けて他の道に行きなさいっておっしゃったらしいんですね。僕も子供を持つ親なので、子供に対してそれを言えるかっていうとなかなか難しいんですよ。嫌なことがあっても我慢して続けることで道が開けるとかっていうふうに僕も教えられてきたし、そう、子供にも伝えてきたんですが、宗四郎さんのお父さんはそうじゃなくて、嫌なことがあったら徹底して避けなさいと。で、他に何をしていいのかが分からなくても魂は道を見つけてる。だけどここ今そのまま進むことは嫌だっていうことは、行ってはいけない道が一つ見つかったっていうだけなんだっておっしゃったそうなんです。だから留学を許されるんですけど、で今後人生の中で同じような状況が見つかったら、その行きたくないところを避けるっていう選択肢が続けていくと、いずれは必ず自分が、人生を通してやらなければいけない道にたどり着くんだって教えられたそうなんです。でもしそこにたどり着いた時には、今まで散々避けてた道の分、エネルギーを 200% も何百パーセントもつぎ込んで、その寝食を忘れるぐらいその道を極めるぐらい一生懸命やりなさいと。その時に逃げ癖がついてて、それを全うできなかったら、お前はまた振り出しに戻って嫌なことから探す道を選ばないといけないんだってことで教えられたそうなんです。で、宗四郎さんはそのお父様のお言葉を聞きながら留学行って、留学先から、急遽戻される時に、お父様は亡くなるんですけど、そのお父さんから、いただいた最後のメッセージっていうんですかね、それが、宗四郎さんの人生観っていう、生きる、人生の選択の一つの道しるべになったっていうことをね、お話に聞いたことがあります。で例えば仕事を辞めたいとか独立したいって、人との人間関係いろんな悩みがあると思うんですけど、これもね一つの方法として、頭の中に入れていただけたら、嬉しいなと思います。でこの話をしているともうあっという間に時間が近づいてくるんですけど、また僕自身の体験談だけではなくて、いろんな方から聞いたお話などもまたこの番組でも紹介していきたいと思います。でこの番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。
放送局 FM 宜野湾から番組名をたどってご登録ください。また YouTube 専用チャンネルにもこれまでご出演いただいたゲストさんの素敵なお話がたくさんありますので、ぜひ繁栄軍師で検索されてみてください。もしよろしければ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは本日の繁栄軍師純英の人生好転ラジオは、私純英の一人語りの回をお届けしました。それではまた来週素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。